こんにちは。おっすおっす。こんばんは、ミシェルです。前の動画でも言った通り、5月末に YouTube に動画を投稿し始めて4年が経ちました。ということで今回も引き続き、周年企画動画。今まで投稿してきたスパロボのシリーズで、印象に残ったパイロット、機体、敵トップ10です。これまで4年間で投稿してきたスーパーロボット対戦 F、スーパーロボット対戦 F 完結編、スーパーロボット対戦インパクト、スーパーロボット対戦アルファガイデン、スーパーロボット対戦 A ポータブル。そして直近配信の方でクリアしたスーパーロボット対戦 V を含めた6作品から、各トップ10を並べて振り返ってみようかと思います。なお隠し張り内容を適用した上での順位なので、その辺はご了承お願いします。また各シリーズの動画に関しては、概要欄の再生リストからどうぞ。ということで今回は7本目。スーパーロボット対戦インパクトのユニット編です。それじゃあ早速やっていきましょう。ということでスパロボインパクトの縛り内容ですが、こんな感じ。男性キャラクター、ニュータイプ、強化人間、聖戦士禁止プレイです。その他に強化パーツは1機体1つまでとか、集中力なしとか、応援、祝福の他人への使用禁止とか細かくありました。スパロボインパクトは参戦作品の主人公が男性に偏ってるので、火力不足のゲーム中でもさらに火力不足になりがちでした。まあだからこの縛りにしたんだけど、そんなわけでインパクトで強い忍や哲也さん、ロム兄さん、ジョー、ドモン、バーニーやシロウニコウさんも使用禁止でした。なお主人公ゼイは京介はアウトでエクセレンは OK。まあそのまんまですね。それでは早速見ていきましょう。ということでまずは10位。1期目ですが、機動戦士ガンダム第 08MS 招待から、ガンダム EG8 です。ということで1機目ですが、EG8 です。アマちゃんことシロウアマダの乗るこの機体、地上編の1ステージ目から入手できます。まあシロウは縛り上使えないので、大体乗ってたのはクリストエマさんです。このゲームの EG8 は非常に強く、基本的な武装、180mm キャノンでの長射程攻撃に加え、弾数1の前弾発射により、効果力を出すことも可能。これにより、撤退するボスをしっかり逃さずに撃墜することができました。地味に 12.7mm 旋回式機銃が命中補正プラス50とかいう意味不明補正をしているので、こいつ回避高すぎて当たらないんだけど、みたいなやつにも当てれて便利でしたね。数少ない弱点は、やはり宇宙適性が B なこと。ゲームの仕様上 EG8 が宇宙に出ることはそんなにないんですが、フル改造ボーナスを受けないといけないのは面倒。まあその代わりにその時の強さはちょっと異常なことになるんですけどね。ということでお次、第9位です。第9位は、モビルスーツバリエーションから G3 ガンダムです。ということで G3 ガンダムです。一応モビルスーツバリエーションとしておこう。スパロボインパクトの G3 ガンダムですが、とある変態が繰り出してきた隠し機体として入手できます。武装構成こそハイパーハンマーやハイパーバズーカなど、初代ガンダムと同じですが、とにかく武装性能が全然違う。移動を使用可能で射程1から5で消費なしのハイパーハンマーとか何よ。EG8 と同様に改造段階が多く、改造をすることでゴリゴリに強くなっていく機体です。運動性などがすごい高いわけではないですが、シールド防御回数を17回ぐらいまで増やせるので、とにかく硬い。被弾してもへっちゃらスタイルが本当に強い機体でした。ただしハイパーハンマーが格闘属性なので、バーニーとかノリスさんがいないこの縛りでは本領発揮できてるとは言えない。それでは次行きましょう。第8位です。第8位は、機動戦士ガンダムより、コアブースターです。ガンダム系機体が続いていますが、8位はコアブースターです。スパロボインパクトのコアブースターといえば、脅威の改造段階により、効果力、
高燃費、高回避を実現でき、やたらめったら強い機体となっています。それでいてちゃんと補給装置も持っています。万能。普通にプレイするとまあクソ強い機体なんですが、一個だけ弱点があり、脆いんですよねこの機体。まあ当たり前なんですけども。使えるガンダムパイロットがクリスとエマさんぐらいしかいないので、避け続けるのが無理な敵っていうのは一定数いるわけです。そういうのに対して少し戦いにくい部分はあったので、8位です。まあここまでの EG-8、G3、コアブースターなんかはインパクトをやってると強いの分かりきってるしね。それでは次、第7位です。第7位は、ハジェ大聖弾劾王より、アイザムナザードです。宇宙編で仲間になる、シャザーラの乗るアイザムザサードが7位です。スパイラルナックルとの選択で仲間にできるため、忘れ去られやすいこの機体ですが、実はめちゃくちゃ強い。実はちょっと装甲が薄いものの、改造段階が多いのでちょこっと改造すれば HP、装甲ともに非常に高くなり、スーパー系機体として非常に戦いやすくなります。そして何よりアイザムザサードの特徴といえば、その武装。何よりも必殺技のプラズマ台風の使いやすさが異常です。気力110で使えて、消費エネルギーが20で、射程が3から6で、移動を使えて、攻撃力もそこそこしっかりある。何この要素詰め込みまくったてんこ盛り武装。いろいろ考えても移動を打てるのはどう考えてもおかしい性能してる。最近のスパロボで見ても強い武装性能してると思います。これでいてパイロットのシャザーラが高い援護攻撃、援護防御を持っているので、常に誰かの横でプラズマ台風撃ちまくってました。火力貢献度はすごかったね。ちなみにアイザムザサードは本来3機合体メカであり、ドムドン、オスカーというキャラが乗るんですが、このスパロボインパクトでは影も形もいません。誰ですかこいつら。ということで、第6位です。第6位は、機動武闘電 G ガンダムより、ノーベルガンダムです。なんかちょっと前のスパロボ F のでも散々見た気がしますが、ノーベルガンダムが5位です。インパクトのノーベルガンダムとアレンビーはなぜか普通に仲間になります。しかもドモン、東方腐敗と一緒にデビルガンダム探してます。何してんのお前。ノーベルガンダムですが、とにかくビームリボンが火力源として優秀。ビームフープも移動を使えて射程が長かったりで、火力が出せる便利やしてました。地上編の序盤で仲間になってくれることもあり、終始戦力として活躍してたイメージある。ただし G ガンダム系統は走行とか運動性が高いとも低いとも言えない中途半端な数値をしているので、攻撃面以外の脆さは案外目立った気がします。一応この縛りで唯一通常戦闘で撃墜された機体でもあります。まあこれは犠牲になるしかなかったやつなんですが。そんなノーベルガンダムですが、本作ではゴッドガンダムとの合体攻撃だったりが追加されました。まあもちろん出番ないんですけどね。それでは、第5位です。第5位は、忍者戦士飛びかぐより、宝来王、グーマです。ということで宝来王です。いやまあ流してる BGM からわかる通り、そらまなんですけどね。イカれた性能をした機体の多い飛びかげ。宝来王の状態だとさすがに色々パワー不足といった感じなんですが、飛びかげと合体してグーマになった瞬間、化け物になります。グーマ突撃の火力高すぎ問題と、マック兵器便利すぎる問題。ちなみに地味ですが、もう一つの武装のビームキャノンですら宝来王の一番強い大輪剣より攻撃力が高いです。とにかく全体的に火力が高く、パイロットのレニーが必中を覚えているため当てるのも良い。地上編、銀河決戦編問わず、いる際は主力なり得る性能をしていました。一番の問題は飛びかげが出てこないステージだと宝来王だけとなり、パワーが足りなすぎて弱いこと。ということで、第4位です。第4位は、グレートマジンガーより、グレートマジンガーです。
通常プレイ合わせて多分このゲームで一番見ることになる機体、グレートマジンガーです。高い装甲、高い攻撃力などなど優秀な点が多いスパロボインパクトのグレートマジンガーですが、群を抜いて優秀なのがやはりグレートブースター。弾数こそ1発しかないものの、気力110で使用ができるのに攻撃力が3700と異常に高く、ボスキラー武装として非常に優秀でした。クリティカル率もやたらと高かった。地上編のガトを打ち上げ前に倒す際に、鉄矢さんのグレートマジンガーに助けられた人は多いはず。このゲームはとにかく HP で撤退する敵が多いので、この手の一発だけど効果力という武器は非常に強かった。まあこの縛りでは鉄矢さんなんて使えないので、乗ってた人は別の人なんですけどね。とどめよ、これでどう、とどめよ、グレートブースター、多分一生分聞いた。それではついにベスト3の前に番外です。番外はとりあえず1機。機動戦士ガンダム00AT より、ガンダム NT1 アレックスです。この NT1 アレックスですが、別に特別強いわけでもなく、特別出番が多かったわけでもないです。ただ一つ、最も大事なステージで大活躍しています。それは、地上編第1話、飛竜城雲。スパロボインパクトの第1話目でもあり、悪名高いゴッグさんで有名なステージです。第1話がむずいと有名なのがこのスパロボインパクト。そんな中、この縛りで使用可能な戦力はクリスの NT1 アレックスとファノメタスのみ。この絶望的な第1話を切り抜けてくれた存在として、番外編でチョイスしました。まずここ抜けれてなかったらこの縛り開始すらできてませんからね。それではついにベスト3です。まずは第3位から。第3位は、スパロボオリジナルより、ラインバイスリッターです。エクセレンのノルバイスリッターが、いろいろあって中身がヤバいことになった機体が3位です。このゲームのラインバイスリッターは絶妙に不遇で、入手条件がシンゲッターとの選択だったり、アルトアイゼンリーゼとの合体攻撃のランページゴーストが通常のバイスリッター時限定だったりと、強化機体は使いたいけど元の方選んだ方がよくね、みたいなことになりがちな機体でした。なお本縛りではゲッターも使えないしアルトアイゼンも使えないので、通常のバイスリッターを選ぶ必要性が何一つなかったので、しっかりとラインバイスリッターを入手してます。ということでこのラインバイスリッターなんですが、武装にハウリングランチャー X という長射程効果力の武装が追加されており、戦闘面が非常に強い。というのが本当のメインなんでしょうが、今回一番強かったのは別の部分。それは HP 回復の存在です。この HP 回復のおかげで、多少の被弾なら全く気にしない立ち回りをすることができるようになりました。その結果、バイスリッターでは使いにくかった援護防御が非常に便利になり、強化パーツのディストーションブロック込みですごい便利な援護防御までできるようになりました。バイスリッターの援護防御がこんなに便利だと誰が思った。ということで続く第2位です。第2位は、マシンロボ、クロノスの大逆襲より、パワーライザーレイナです。ということでレイナです。はい。ほぼ生身です。このレイナのパワーライザーですが、修理装置を持つ機体で、武装も灯籠剣一つのみ。本来はレイナの優秀なサポート精神を使いつつ、修理装置で味方を回復していくという運用方法が取られます。なおこの縛りの場合ですが、サポート精神や修理装置も使いつつ、戦闘もこなしました。なんでだよ。別に武器性能が抜けて優秀とかそういうわけではないんですが、改造段階が多く、なぜかフル改造してしまったり、無駄に強くなってました。第3部では修理ユニットが優先的に狙われるという敵の思考ルーチンもあり、反撃でも大活躍でした。もうお前が剣道持ってくれんか？レイナ剣道伝説。ということで最後、第1位です。スーパーロボット対戦インパクト縛りプレイで、
最も印象に残った味方ユニットは、UFO ロボグレンダイザーより、グレンダイザーです。宇宙の王者グレンダイザーが第一位です。グレンダイザーは宇宙編の1ステージ目から仲間になり、リアル系が多い宇宙編で短期で大活躍をしました。雑魚処理、壁、ボス削り、ボス撃墜などなど、なんかもうお前一人でいいんじゃないか?と言いたくなる状態。グレンダイザーかそれ以外か、みたいな状態になってました。異常な装甲の高さ、ハンドビーム、スクリュークラッシャーパンチでの継戦能力、スペースサンダーによる遠距離での戦闘能力、ダブルハーケンでの近距離火力などなど、お前の弱いところどこ?ってなる感じでした。スペイザーに変形すると飛んだり移動力も上がるし。なおパイロットはもちろんデューク兄さんは縛りで使えないので、マリア専用機でした。またこのマリアがアホほど強いわけですが、まあその辺はパイロット編の時にでも。マリアダイザー最強。ということでいかがでしたでしょうか。今までに比べるとネタ臭あふれる機体たちではなく、しっかり強い機体たちがいると思います。まあこの縛りの場合問題なのは機体ではなく多分パイロットの方なので。また今回は地上編、宇宙編、銀河決戦編と分かれてるスパロボインパクトをすべてまとめたので、10位だと全然決められないってなってました。エステバリスとかナデシコとか抜いたのは苦渋の選択。とはいえ分けると機体数少なすぎて重機も多分いないんでね。特に地上編。そんなわけで今回はここまで。この後も今まで縛りプレイをやってきたスパロボで、パイロット、ユニット、敵についての同じような動画を出していくので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。チャンネル登録や動画の高評価、SNS のフォローなどもよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。